アタルです。庶民です。はい。今ね、録画画面には、俺と庶民が、取り調べしてる画像を貼ってるんですけど。ちょっと待ってください。何も聞いてないんだけど、俺、本当に。罪を聞くわけじゃないよ。あ、そう。君なんか、忘れてることないかい？え？いやね、仕事終わって、急に動画撮るよ、おしゃべりだよって言われたからさ、来たんだけど。うん。それしか聞いてないですね。なんか身に覚えはないの？身に覚えですか？いやー、当たるに何もしてねえし、まあそうだな。サワラにはポケモン交換しようって約束だけして、ストレス。四子は特に何も。ということでね、はい。俺たち、すっかり忘れてたことがあったんだよ。何をすか？もう完全に忘れてます。俺らさ、突は如、この YouTube にやってきて、現れて、なんかいきなり、わけわからないまま、ゲーム実い。はい。況の動画上げてきたじゃん。うん、わけわかんなすぎて。突然すぎた。一回もやってないのがあったんだよ。一回もやってなかった。一回もやってないのがあったんだよ。はい。プロゲームズメンバーの自己紹介。ああ、そういうことか。そうです。自己紹介。忘れてたでしょ。うん、完全に忘れてました。いつも挨拶で名前言うだけだったからね。というん。うことでね、質問コーナーじゃありません！じゃあ、ありませんのね。視聴者から来質るわ問け来ねえただと思ろ、っおた。前らに。はい。はい、そうですね。というわけでね、まあ、みんなが気になってることを俺が代わりに聞こうというコーナーでございます。うん、そうなんだ。なんかこういう系好きでしょ。いや。例えると、学校の教師との一対一の面談。いや、場面が違くね。今画面は取り調べ室だからね。この動画のタイトルは、一番スルーされる男庶民っていうタイトルにしようと思ってんだけど。あ、ひどくね？ なんでそんなスにスルールーさされんれの、おた覚え。前。え？スなルーんでさおれ前にたスルー覚えさがれねんの？え。え、なんか、寒いこと言ってるからじゃない？そういうことなの？知らねえよ。なんか編集してて思ったんだよね。庶民うん。すげえスルーされてんだよね。やめてくれ？一番自覚なかった男にそんなこと言わないなんかね、君ね、で。はい。自分ってボケた後に、すぐ自分で突っ込むんだよね。あ、そうなの？そんなキャラしそう。てる？俺も気づかなかった。庶民ね、まあ実況、俺らの中では結構喋ってる方なんだけど、実況してる方なんだけど、なんか無視してんだよね。自分でボケて、自分自で分で突っボケ込んて、で、なんか自自分分でで突っ解込んで決して。んだよね。自分で何かを起こして、自分で突っ込む。そう。まあ、多分俺らも原因だと思うんだけどね。そう。は庶民ね、なんかね、い。マイクの近くじゃないと比較的声小さいんだよね。ああ、まあ、そマんイなク、キャラしてる？もともと声小さくはないんだけどね。まあ、頑張って。多分俺とミオンタがうるさいだけかもしれないし。いでもや、大あ丈い夫。つサは、ワラよりは全然喋ってるから。あいあいつつ、は、プレイ中絶対喋んないからね。そう、あ、集中入ってん、入っちゃってん、実況のことなんか忘れてるし。あ、プレイ君はに。ね、実況してて偉いと思うよ。褒められてんの今、俺。あ、今褒めた。ねえ、ありがとう。取り調べ室で。ょっとディスって褒めた。じゃあ、せっかくなんでね、はい。自己紹介してください。今から？今から。何も聞かされてない。じゃあ、まずはね、名前、名前。コンビを言っちゃう？いや、バカか。まあ、はい、庶民です。はい。そこら辺にいる庶民です。ずっと気になってたんだけど。はい。なぜ庶民かって？ミョンタのパクった。パクってミねョン氏パえ。あ、クった。違う。名詞が早かったね。
俺が先なんだ。なんで庶民って言うの？え、名前から取った。名前？そう。あー！あ、そういうことか！わかってきた。あ、気づかなかった、それは。知らなかった。妙は運を消せばなんとかな。そう、あれだよね。本名の、名字と名前の頭文字だよね。そうそうそう。知らなかった。だから、あえてひらがない。じゃあ、これで視聴者たちは考察するでしょう。やめてください。じゃあ、最近のマイブーム。マイブームですか？はい。自分の中のマイブーム、まあ、趣味ですかね。あ、そうだね。趣味でも。まあ、イヤリング作成。イヤリング？イヤリング作成と、ネックレス作成。をしようとしてるだけ。何？職人じゃん。今からっていうか、やろうと思って。おうそれの準備中だね、今。なんか材料とか集めてんの？そう、今、材料集め中。なんでハマっせっかく、クローゲームで休み来てるからね。そうだね、今冬休み中だね。それで、そう、冬休み中に、ちょっと、歩き回ってたらいいのあって。なんか、工作用みたいな。そう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 。面白いじゃん。めちゃくちゃやってみてってなったから、作ってみようっていう。いや、これからなんか耳に、じゃらじゃらつけんの？じゃらじゃらつけるかもね。それが当たるに、渡すかもね。いや、俺はいいかな。いや、その。俺はいいかな。うん。ピアス開けるわけでもねえけどね。ただ、穴開ける系じゃない。つけることができる。あ、はいはいはい。挟むやつね。ただ、自分がつけるようで作ってるわけじゃない。なんか、女の子の友達にあげんの？まあ、それもあるけど、それもあるけど、なんか、ただただデザインしたいってのもある。へぇー。この前、その店で、できるんだ、うん、作ることが。おー、はいはいはい。自分で買ってすぐ、そこで、作業できるスペースがあって。あ、なんか、普通に、自分で教えてくれながらとかじゃなくて。そうそうそう。多分、店の人に聞いたらできると思うけど。あ、はいはいはい。教えながらでも。ただ、なんか、男性二人、別々だったけど、うんうん、なんか、作ってたの見たから、と思って、こんな感じなんだと思って、作ってみてーなーってなって。じゃあ、教えてくれる人が男性ならあれだね、男性用とかも作れんだね。うん、普通にいけると思う。すごいね。いい趣味持ったな。持ちました。それで将来あれ？自分の顔つけて商売すんの？しないです。じゃあ最近やってるゲーム。最近やってるゲーム。てか、ゲームする？最近。ゲームするね。あ、してるんだ。最近すごい忙しいみたいなこと言ってたから。やる暇ないみたいな。夜ね。うん。やるんだけど、最近は、エクササイズだね。フィットボクシング2。あ、はい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 。もう最近買い始めて。意外なの買ったな。そう。体鍛えようっていう的な。偉いじゃん。もうこれ買ったならもうやるしかないっていう。偉いな。やっとか。やっとです。結構ね、俺も運動しろって言ってたんだけど。いいね、ゲームでできるのは。まあ、きついね。きつい、やっぱり。ボクシングだもんね。まあ、面白いと思う。面白いよね。あれってなんかストーリーとかあるんだっけ？いや、ない。ないか、ただやる、やって目標達成するみたいなね。そうそう目標達成。すごいね。体力強化、健康維持みたいなもん。いや、あれか、庶民、もともと痩せてるから。俺、サワラよりはあると思ってる。いや、でもさ、前比べた時さ、サワラの方が。比べたか。まあ、腕だけかな。腹回りとかは知らんけど。でも足とかもさ、お前の方が細いよな。ああ、まあ。てか、お前ら全員細いよな。全員細い。うん。いや、頑張ってください。体力もつけて、はい、ダイエットもして、はい、骨だけになる、はい。ダイエットはし。うん、これ以上ダイエットしたら終わる気がする。うん、俺ね、自慢じゃないけどね、
太れない。太れない。ああ、はいはい。なんかそれ、良くないみたいなこと言われるよね。うん、良くないって言われる。いや、健康な体になってください。はい、頑張ります。今年、多分ね、もう150本以上動画上げてんだけど。そんなに出てた？意外とね、俺ら毎日投稿してたから。うん。まあ、その、今まで出した動画の中で、一番良かったなっていう動画は何ですか？一番良かったなって動画？まあ、自分がここが良かったとか、自分が出てる動画でも、他の動画でも、まあ、おすすめ動画だね。視聴者におすすめしてください。おすすめ動画は、マリオパーティーですかね。はいはいはい。あの、パーティーゲーで、僕配信してんだけど、配信の時でも言われたんだけど、うん。その、パーティーでみんなでワイワイしてるのを見るの楽しいって言われたから、ああ、はい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 。あ、それもそうだなと思いながら、みんなでワイワイできるゲームが、もっと増えるといいなと思ってます。あ、いいな。そんな感想言われてたんだ。あれだよね。なんか謎にさ、視聴者が高いさ、あの、なんだっけ、ワリオ、メイドインワリオのさ、ああ。三角テリトリー？あったね。知ってる？あれ今、視聴回数何回か。いや、全然知らない。未だに増えてんの。未だに増えてんの。まぁ、ちょっとずつだけど。あ、今118回だって。そこまで？すごいよね。なんでこんなに増えたかなっていうと、まぁ、この、ワリオの三角テリトリー、他にやってる実況者がいなかったっていうね。ああ。少なかった。俺ともう一つの実況者さんだけだったね。グループ実況者の魅力が出たんかな。じゃあ毎日マリパする、うん、ま、毎日マリパは嫌だな。俺も嫌だよ。切れるもん。動画でなんかやりたいこととか、もう一回やりたいゲーム、実況したいとか。もしくは、これからちょっと新しくやってみたいこと、あとは自分が実況したいゲームとか、あればここで言って。そうですね。そうですね。一人で動画撮るのもいいかもしれないと思った。ゼルデンやったもんね。個人。うん、ゼルデンやってるけど。はいはい。個人で他のサワラの場面とか、はいはいはい、当たる一人は何回か見たいけど、あ、俺は見た。名詞だけとか。はいはいはい。ちょっとそれの、その担当、別の担当、例えば、サワラにホラーをやらせるとか。ああ、はいはいはい。なんかそれぞれで。サワラ一人でみんな黙ってサワラ一人で、多分無言という。俺ら無言？いや、でもそうだね。無言ね。一人実況ね、俺以外のメンバーは、俺ん家に来ないとできないから、そうそうそう、他のメンバー黙って見てんだよね。黙って見て。編集してるか、見てるか。ああ、まあ、それもいいかな。それも面白そうだなと思って。で、来年、叶うかわからんけど、配信でも言われたことなんだけど、うん。プレステ系とか、PC系は何回か、ははは、はいはい。やってると思うけど、うん、プレステとかは、ちょっと手出してみたいなと。プレステね。そう、プレステのパーティーゲームもおもろいし。プレステか。まあ、そうだね。1台でできるやつとかもあるから。PS4 もね、やりたいと思ってたんだよね。ちょっと今はね、自分も。お金に余裕がないっていう理由で書いてないんだけど。そう。いや、俺はね、まあ、本気出せば、2台、いや、ここで買うことはできるんだ。2台さえあれば、できるから、実況は。そうね。でも、それ買った後に、後々の、なんか、お金の管理できるかっていうと、自信ないから。自信ない。カレー生活で。PS4 はね、いいと思うよ。俺もやりたいもん。それか、うん、まあまたもう一個言うんだけど、それか、一人実況じゃなくて二人実況っていうのも面白い。ああ、二人実況ね。そう、二人で進む系のゲームか、二人で攻略、まあ同じみたいな攻略するゲーム。そう。もう結構おすすめされてて。俺と庶民だけで、そうそう。まあヨッシーのゲームとか。まあ、決まった二人でやるのもありかな。いいんじゃないかな。うん、なんか決まった二人でやるみたいな。あ、でもね、庶民とサワラがね、一番いいんじゃないかなって思うんだよね。どうなんだろう。いやー、でも心配はないと思う。
俺基本ゲームの話とかできないから、なんか一人で勝手に一人ごと、なんかどうでもいいことを話しながらやってる一人実況の方がいいんだよね。だから俺ってね、二人実況向いてないのよ。一人実況か三、四人実況だね。二人実況だけはできない。二人がちょっと難しい。そう、二人がね、俺はできない。だから庶民と触られたら、まあで、いいんじゃねえかなって思う。できるっちゃできる。多分ね、俺の中なんだけど、俺の中で一番ゲームし、この中、このメンバーで一番一緒にゲームやってるの、触らないの。あ、でしょ？そうだよね。うん。マジで、フォートナイトもそうなんだけど。そのシリーズもの、人数限って、あ、メンバー限って、やってみるか、そしたら。そうですね。ね、面白そうだと思います。リアリティについて。リアリティ、ああ、はい。ああ、まあ。ちょっと説明して。なんて言うんですかね。VTuber 的な。ああ、はいはいはい。配信ですね。その自分のアバターを作り、そのアバターで会話するという。っていうのがあるんですよね。そうですね。で、僕が主にやってるのが。うん。主にやってるのが雑談とか。はいはいはい。ゲーム、ゲームしながら雑談とかしてます。まあ、雑談だな。まあ、全部雑談です。そうね。クローゲームズ以外で、なんか配信サービス使って配信してると。そうそうそう。こんなやつの配信見に来てくれて、本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。で、一番怖かったのがね。うん。これ名前出せないんだけど。うん。これ送るわ。どれどれ？名前、真ん中の人、マジびっくりした。おーほーほ ー, ほーこの人してるぞ。結構フォロワーいて、うん。焦った。あ、マジ本物？本物ではない。あ、違う。絶対ないと思う。絶対ないと思う。はいはいはい。名前がね、有名な人でしたね。そう、名前が有名な人で、プロフィールも、写真だけど、いやー、さすがにねえべーと思ってフォロワー見たら1万人は超えてます。あ、お前のアバターは、リアリティの、君のアバターってこの動画で出していいの？ YouTube で出していいの？あ、出しても大丈夫じゃないかな。大丈夫。わかんないけど。出てる人は出てる。何これ何これ、何これすげえな。寝巻きです。寝巻きか。リアリティの中でフレンドさんはたくさんいる。ああ、その中で僕の中のイメージが、うん、よく寝る子なの。ああ、視聴者からね。そうそう。よく寝るねってか、挨拶してすぐ寝るねって言われ。はははは。で、まあ、寝巻きガチャが出たので、うん、初めてリアリティとかに課金してみて、寝巻きが出た時に来ました。リアリティガチ勢だ。いや、そこまでガチ勢ではない。そう、声だけの、その会話。ただね、会話してるだけでもね、普通に楽しい。で、僕は最近は、毎日配信を頑張ってるところです。いいなぁ。俺もこういう配信してんだよなぁ。いつも視聴者に対して、暴言入ってんだけど。うん、どこぞのヤンキー？まったりな配信したいね。いや、リアリティ頑張ってください。ちなみに、はい、本人とこれ全然似てないです。はい、当たり前です。やめてください。ミョンタに一言。明日、ミョンタとお話しするんだけど。はい、ミョンタに一言。うん。聞きたいことでも、言いたいことでも。どうぞ。そうですね、お前うるせえ、まず。それしかないでしょ。知ってたけどさ。お前うるさいけど、いなきゃいけない存在だなと思って。おお。あいつ喜ぶよ。あいつ喜ぶかな。本当に？本当に思ってるよ。知らねえ。喜んでたらおかしくれるから。喜んでたらおかしくれる。あら、おかしくれよ。そんな約束してた？してない。YouTube 以外でも、リアリティでもいいし、Twitter でもいいし、なんか、はいはい、コメントで言われてみたい褒め言葉は？褒め言葉。面白いね、とか。ああ。なるほど。やめてもう。なるほど。構わないみたいな。庶民くんかっこいいとかは？いや、それも嬉しい。そうですか。かっこいいよりかは、かわいいが一番いい。ああ、はいはいはい。なるほど。それ言ったらなんか、嫌なおかしかしないから。いや、いいと思うよ。9割の男性は、かわいいって言われたいから。やば。
男性はちょろいから。男性ちょろいから。すぐ追いかけるから。すぐね。女の子意識しちゃうからね。俺らも一応、チャンネル概要欄がありまして、その概要欄にメンバーの、なんか、説明、紹介文書いてもらってんだけど。はい。ああ、思い出してきた。読んでいい？読まなくていいんで。俺ね、すごい気になるとこあるから読んでいい。みんなが思っている庶民とは違う庶民を見せつけるよ。どういうこと？配信では、うん。その、リアリティの方なんですけど、うん。めっちゃどんよりとした感じで話してる。ああ、はいはいはい。ちょっとやる気なさそうな感じで。そうそうそう。ああ、そういうことを切り返してんだね。うん。配信ではない実況の方は、もうハキハキしてんじゃん。うんうん。それ言われたんだけど、すごい面白がってて。ああ、はい。なんか、配信ではどんよりとした、なんか眠そうな庶民なのに、みんなといるとすごいテンション高いね。みんなといるのが楽しいからかな、とか。ああ、なるほどね。そんな、まあ、合ってると思って。その場で笑った。なるほど。じゃあ、ギャップ萌え狙いってことで。狙ってるみたいな言い方。俺からの質問は以上です。はい。ってことでね、じゃあ最後に、君からクローゲームズにお願いしたいことを。お願いしたいことを？あ、ちょっと待って。休みを持ってください。ちょっと、あれ？庶民から手紙が来てたな。はい、嘘。来年はもっと俺をいじってください。わかりました。そんなこと言ってない。了解しました。じゃあ、沢田たちにも伝えてきます。おい、ふざけんな、お前。庶民のね、M 根性を。俺らが見せつけてやるぜ。やめろよ、俺じゃない。